はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は小学校3年生の算数。工夫した表についてやっていきましょう。で、ここにね、ドーンと表がありますので、まあこれを使ってやっていくんですが、問題4問ありますので、できそうな子はぜひね、一回動画を止めてチャレンジしてみてください。で、パッと見て、うん、難しそうだなーって、わかんないなーっていう子は、今からね、全部説明していくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな では、早速ね、1番から始めていきましょう。で、今回は問題が4問あるんですけど、この1番がね、右の表を完成させようってことで、この空いてるところに数字を入れていくんですが、これがちゃんとできちゃえば全部できます。もう完成させた瞬間にもう何も計算とかいらないから、あ、これ、これ、これ、終わりってなるので、今回の目的はこれがちゃんと作ることができるかっていうところがポイントになります。 で、今ね、このグラフじゃねいごめん。表 <laughs> があるんですけど、これどういう意味かっていうと、怪我を調べました。怪我をね。で、校庭で怪我をした子、体育館、教室、その他っていうのがあるんですけど、あともう一個。4月、5月、6月っていうのがあります。で、今回タイトルが工夫した表ってなってるよね。何を工夫したんだろうっていうと、例えばね、ちょっと紙を使って隠します。ここ。 よいしょ。ちょっと文字消えちゃうかもしんないけど。えい。今、こういう風に隠しました。そうすると、これ、もしね、こういう表が載ってたら、これ何の表かっていうと、4月に怪我をした、例えば校庭、体育館、教室、その他で怪我をした人数が書いてありますっていう表なんだよね。で、これをちょっとずらします。よいしょ。で、もう一個隠します。ここ隠すね。 ちょ、っと飛んじゃってるから変な表に見えちゃうんだけど、これどういうことかっていうと、5月の怪我をした子、その場所にね、それぞれの場所で怪我をした子を書いてあると。つまり、今4月やりました。次5月やりました。で、もう一個ずらすと6月が載ってるんだけど、4月、5月、6月の、本当は3つ表がバラバラだったんだよね。それを全部くっつけたんです、今回。くっつけた。 それが工夫してるんです。そうすると、いっぱい情報が書いてあるし、見やすくなるよ、みたいな。そういった工夫です。で、今回のポイントとしても、もう一回続けるわ。これね。まず、4月から考えたときに、これ、4月、校庭で7人怪我をしてしまいました。体育館が5人、教室が4人、その他が3人です。じゃあ、合計何人でしょうって言われたら、当然、合計って全部足したものだからね。 7たす5たす4たす3をやれば OK。ちょっと暗算しちゃいます。これは19か。間違ってない大丈夫。だから、ここが19っていうことがわかるんです。同じようにやっていきましょう。ちょっとずらすね。5月。ここは書いてあるんです。でも、ここがないんだよね。でも、これもどうやってやるかっていうと、全部で、ね、25人。上が11人、6人、5人が書いてあるので、ちょっとここ、使います。 11たす6たす5。ここね、3つを足すと22になります。22。で、じゃあ、あと、ここに何人入ったら 25? 全部がね、25になるかなって考えればいいので、25から22を引けばいいと。つまり、3になる。だから、ここは5月に教室で怪我をしてしまったのは3人だったんだっていうのもわかるんです。 でさらに横に行きます。で、こう。で、6月はね、ちょっとあれってなるんですよ。でなんであれってなるかっていうと、2箇所抜けちゃってんだよね。で、実はこうなると、ちょっとわかりません。わからないんです。なので、じゃあちょっと違うのを探しに行くかってことで全部取ります。今はこうやって、4月で考えました、5月で考えましたってやってきたんですけど、これ横でも使えます。横ね。例えば、 ちょっとね、髪が長さ足らないんでごめんね。これで許して。横で考えた時には、主役が皇帝になります。さっきは4月っていう4月が主役、5月っていう5月が主役だったんですけど、皇帝です。皇帝で4月に怪我をしてしまったのが7人、5月が11人、6月が15人です。じゃあ、4月、5月、6月全部、3ヶ月ね、全部足した時に、 校庭で怪我をしてしまったのは何人かなって考えると、7足す11足す15をすれば、ここの合計が出てくるので、ちょっと暗算しちゃうね。えー、26なので33か。33っていうのがわかるんです。ここと、ここと、ここを足してったの。で、同じように考えていきましょう。ちょっと下げるよ。よいしょ。次、体育館。 ここも5足す6足す3をすればここが出てくるから安産失礼14になると。こんな感じでね。じゃあ一回紙全部取っちゃいます。で、ここの教室は4足す3足すもん全部出てるからね。まあいいとして、次ここ。ここも3足す5足すこの子をしたら12になると。ね、合計12だからね。で、3と5が足すと8じゃないですか。だから、 12から8を引いてあげればいいから、ここは4人っていうことが分かります。で、ここが分かったことによって、さっき縦隠したけど、15たす3たす11たす4がここに来るんだよね。合計だから。じゃあ、この4つ足していくと、18、29とから33か。合ってるかな。 大丈夫。<laughs> ここが33になりますと。こうやって、どん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 埋まっていくの。意味がわかるとね。で、最後、ここです。この合計。これは、ここの3つ。19たす25たす33をしてもいいし、33たす14たす18たす12して、どっちでも構わないです。どっちでも大丈夫。まあ、どっちかやってもらって、一応やっておくか。19たす25をすると、ええー、と、まあ、回やっていこう。 19足す25足す33。19と25足すと44。で33三ああ、書き間違った。つまり77だね。だからここが77になりますと。こんな感じでやっていきます。で、結構表と作るのは慣れるとできます。できるようになっていく。でもその時にやっぱり大事にしてほしいのは、このね。 4月に怪我をしてしまった人が縦に見ると考えてる。4月が主役になるから。こうすると5月が主役になる。横にすると、ここ隠そうか。教室が主役になって、教室で4月に怪我をしてしまったのが4人。5月が3人。6月が11人。で、合計すると18人っていう。そういったことがいっぱい書いてあるんだっていうのは、ぜひ覚えておいてください。さあ。 前置きが長くなりましたが、これが完成したことによって、いくよ。2番。5月に校庭で怪我をしたのは何人ですか ?5 月に校庭でと言ってます。ぶつかるのは、ここだよね。ここが5月に校庭ってわかるから、はい。11人。ちゃんと単位書こうね。次。3ヶ月。つまり合計ね。4月、5月、6月の3ヶ月で、 体育館で怪我をした人数の合計は何人ですかつまり主役が体育館です。ここだね。で、3ヶ月の合計を聞かれてるから、ここじゃなくて、ここ合計ね。だから14人。で、わかるから次は14人。最後 !3 ヶ月で怪我をした人数の合計は何人ですかこれは、えー、校庭でとか体育館でじゃなくて全部です。全部の話をしてる。それはどこかっていうと、ここね。 ここが全部の合計になるから、77人。となって、これで終了となります。まあ、今回の問題はね、その怪我がね、一人の人が二つの怪我をしてるっていうのは考えてない問題にはなってしまうんですけど、ひとまず、表の、こうね、うあの空いてるところの埋め方とか、表の読み方っていう部分をぜひ覚えてもらえたらと思って動画撮りましたので、ぜひね、復習の方もしてみてください。 それでは、今回は工夫者表をやらせていただきました。で、次回で棒グラフとかこの表最後になるんですが、次回また棒グラフが登場します。で、ちょっと変わった棒グラフで、2つの棒グラフがね、くっついてんの。横にピーってくっついてる。で、これ、教科書によっては載ってないところもあったりするんですが、まあ載ってるね、教科書もあったりあるので、ぜひね、そちらもぜひ見てもらえたらと思います。それでは、今回の授業は以上となります。またね、次回の授業でお会いしましょう。それじゃあ、またねバイバイ お疲れ様でした